はいどうも、ケイキングです。今日はですね、ウィニングポスト8 2018続きやっていきましょう。2012年、7月を3週ですね。調教は OK。さあ、ネクストいきましょう。さあ、今日もね、頑張っていきましょうか。希望の星ですね。いや、いい感じなんよ、この希望の星が。うん。まあ、なかなか良さそうやね。買ってくれたら嬉しいですね。ダイジェストいきましょう。さあ、希望の星、頼むぞ。前はロケットマン、ここで戦闘が入れ替わりました。ちょっとフラフラしてますね。ただどうですかね、伸びはね。差はほとんどありません。伸びは良さそうか。伸びてきてますね。あと 200m、 バッファリング先頭だ。しかし、さあどうなかなかいけるか。希望の星、よしよしよし。2着は微妙です。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。嬉しいですね。まさしく日本が世界に誇れる馬です。 G1 4つ目かな。いや、どうやって使っていくかねって言ってたんですけどね。うん、いや嬉しいですね。あ、フサイチですね。フサイチがシンバと、あ、名称マンボか。さあ、ダイジェストいきましょう。短い直線に入って、後続は届くかどうか。伸びてますね。先頭に立ったのは大物夫妻。グッと来てますね、これ。1切ります。2番手は名勝マンボ、完璧です。圧倒的な強さを見せました。大物夫妻地1着、2着は名勝マンボ。これはものが違う。大物夫妻。これは良かった。嬉しいですね。よし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 。はい、アンカツでいきましょう。さあ、ブラーナ最速もデビューか。デビュー戦続きますね。さあ、いきましょう。まあ、ここも買ってほしいですね。さあ、直線に入りました。ここの直線は短い。ここで先頭に立った。インから内から来てますね。後続馬も足を伸ばしてきました。ただ外も伸びいいね、これね。あー、これ勝てんな。3着か。果たしてどっちが勝ったのか。なんとも言えなかったですね、これはね。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。まあいいですか。能力的にどうなんですかね。さあ、大物になりたいが出走と思ったけど人気はないね。うん、レコードタイムとか全く関係ないけどね、7着の俺には。うん、まあまあいいでしょう。展開が悪かったってことにしとこう。さあ、大物の星がデビューですね。そして大物クイーンで、ブラーナちゃん、あとはトレブと。希望の星が帰ってきた。おお、希望の星強いね。さあ、ちょっとね、気になるのはブラーナ最速やね。ブラーナ最速の能力、お、高いね。うん、まあ普通に強いですよね。ただ調子落としとるって感じやな。あとはフサイチが勝ったんでしたね。で、三冠とフサイチが同じレースになっとんじゃん。それはダメじゃん。あ、フサイチ強いですね。能力高いですね。で、ダートも走れるということで、そうやね、1700から2800か。で、まあここ登録してるんですよね。ただかぶっちゃうから、まあずらしてこっちにするか。1500なんでね、ちょっとマイナス200なんですけどね、適正から。まあ行きましょう。大物クイーンは、そうですね、まあこれでいいでしょう。大物の星もね、あ、そうです、大物の星もね、調教することにしました。こいつはね、まあ、パワー坂、まあ、パワー上げていきたいですかね。大物三冠、オッケー、伸びてますね。かなり伸びてる。アマゾンは
瞬発が終わったので次がポリトラックスルッツ取ったよねこいつね。はい、行きましょう。さあ、ネクストですね。トレブが出走、まあこれはね大丈夫だと思います。まあ、まずは勝てるレースちょっと使っていきましょうか。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってロングキング。ただ海外行くっていうのもいいけど、国内で無双するっていう手もあるよね。あと 200m ロングキング先頭だ。残り 100m トレブ抜けた。はい、まあこれは勝ちましたね。先頭はまあここは勝ってほしいですね。1着でゴール、トレブ1着、2着にはどうやらアドマイヤハウス。トレブ見事1番人気に応えました。うん、まあ、ここで負ける馬ではないです。いやー牝馬なんでね楽しみですよね。ブラーナちゃんもいいじゃん、一番人気。あー2着か、勝ち上がれんか。大物の星来ましたね。よし、ちょっとこれはまあ見ましょうか。ん、さっきもあれやったな、不採血でしたっけ、アンカツにしたの。あー大物の星もアンカツかぶるな。これは強い。2番手はプレザントタッチ。どうしようかな。大物の星独走、大物の星ぶっちぎりです。大物の星1着、2着はプレザントタッチ。これはこいつは強くなってきますからね。あーどうしようかな。とりあえずそのままにして、ワンカツにしといてちょっと考えますね。あ、大物クイーン勝ちましたね。嬉しい。ブラーナちゃんが勝ち上がれんかったよね。さあ、大物クイーンは出走ですね。でスノフェアリが出走。まあスノフェアリはちょっと厳しいと思います。セリスちゃんもぜひ。おお、向かおかじゃん。どうしたん、大物クイーン。やれそうな。うん。大物クイーンどうかな、やれるかな。なんとも言えないですよね。いや、そりゃこれはね、もう強いんだよ、こいつは。はい、嬉しいですね、調教ボーナスね。ありがたいね。ですね、ちょっと決めていきましょう。ブラーナちゃんが勝ち上がることができなかった1700、いいですね。OK でしょう。で、トレブ。トレブが、次は、あー、いいね。そうしましょうか。まだ能力はね、まあ全然伸びてないですし、まあうまく使っていきましょうかね。で、連勝街道もあるので、まあ連勝ね、上手に使っていこう。大物の星と、大物三冠じゃなくて、大物多いな。フサイチはね、フサイチがアンカツだったんですよね。なのでちょっと変えていきましょうかね。主戦で、そうやね、最近使ってない機種使いたいですね。あー、横乗り使ってないな。機種変更でいきましょう。まあ、乗ってくれるかね、わかんないですけどね。まあ、とりあえずはそれでいきます。はい、ポリトラックですね。そして三冠、あと2週か。瞬発上げていきます。そして大物の星ですね。星はね、これかぶっとるよね。トレブとかぶったんか。いや、それは良くないですね。こっちを避けるか。どうしようかな。1800いこうか。はい、これでいきましょうか。
札幌でも誰かおったかな、使うやつ。いないですね。はい、これでいきましょう。ダート。よし、まあ、結構いい感じじゃないですかね、能力はね。で、アマゾンですね。アマゾンは8周か、長いね。ずっと調教したいけど。はい、こんな感じでいきましょう。で、セールいきます。はい、出します。もうどんどん出していきます。うん、まあこの辺もいいかな。はい、いらないですね。いやー、ちょっとカインド期待ですね。うん、まあちょっとカインド系育てたいんですよね。なので期待してます。これもまあいいかな。はい、いいでしょう。オッケーオッケー。まあ残す。うん、まあ、これはいいかな。はい、ガンガン出しましょう。残す。まあ丸と黒三角とかはね、正直セール出しちゃってもいいんですけどね。はい、こんな感じで20頭ですね。よし、いいね。まあそれぐらいがちょうどいいわ。さあセール見ましょうか。お守り。あ、ミッキークイーンいますね。ミッキークイーンか。あ、里のクラウンもおるじゃん。どうする。まあ買っとこうよ。うん、ミッキークイーン買っときたいですね。買いましょう。もちろん里のクラウンは買っとこうよ。うん、まあこれは買います。結構高いですねまあ一発で買ったらそんなもんですね。あとはまあこの辺はいいかな。当選ビクトリーか。どうします。赤札はいいかな。うん、うん、まあこんなもんでいいでしょう。さあ、ネクストいきましょう。いや、いい馬買いましたね。よかったよかった。お、スノーフェアリー。一応あの人気は1番なんですね。ただこれはね、正直厳しいですね。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。うん、まあいいね、先頭はラウンドドロール。後続馬も足を伸ばしてきました。さあスノーフェアリー伸びてくるか。手応えは悪くありません。まあ、スノーフェアリーで取ってもっていう話はあるけどね。先頭はスノーフェアリー。残り 100m。 おお、伸びてきてますね。させる。ああ、負けたね。大激戦の2着でしたね。これは写真判定です。でもいいレースしましたね。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。いや、まあこれはね、届かなかったです。惜しかった。うん、素晴らしい。2着か。さあ、日曜日のレース行われてます。大物クイーン来ました。ここはね、取っておきたいけど2番人気か。さあ、ネクストいきましょう。3着。うん、まあ能力通りかなうん、そんなもんです。はい、ゼニアッタ最速再び。またあのこのコンビですね。まあいつも出てる、まあダートですね。大物クラシック、そして大物になりたい。大物クラシックはね、厳しいです。能力的にもね、その高くないので。行きましょうかね。大物クイーンはね、どんな感じかというと、能力はこんな感じです。まあそこそこなんですよね。
なんでそんな強いところを勝てる馬じゃないですね。さあ行きましょう。三冠はいいですね。スピードもグッと上げつつ調教していきましょう。そして星はそうだね、パワー上げつつ、アマゾンはポリトラ、まあこんな感じでネクスト行きましょう。マジ？何気なく飛ばしたけどさ、どうしたどうした。さあ、最速再び見ましょうか。これもジェカセイサンバ最強ですね。直線コースに入りました。ここで先頭に立った。今いる中ではね、まあ、かなり強いと。残り200メートル。ホットスウォード。さあ後ろからの競馬になったが、いやーどう。させるか。よしよしよし。刺しましたね。さすがです。どうやらホットスウォード、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。最速再び、まさしく日本が世界に誇れる馬です。いやー嬉しいねこれは。どう？うん、大物クラシック、これは厳しい。あーでも3着頑張ったね。さあ、日曜日のレースが行われてる。大物になりたいか、これきついんだよね。あ2着いいね。さあ、大物三冠ですね。そして始まりダートが出走。始まりダート能力こんな感じ、大物三冠こんな感じ、早熟ですね。まあ2歳の8月でこの能力ならまあまあ期待できるかな。はい、ありがとう。もう瞬発はいいですね。瞬発はもうここから上げる必要はないです。ポリトラックもなかなか伸びるね。いいね。ちょっと伸ばしましょうか。大物の星はパワー上げていこうか。まだ伸びる。大物クイーンが戻ってきた。大物クイーンは、はい、ポリトラックでいきましょう。スピードがね、もうちょい高ければね、こいつ勝てるけどね。アーマーゾンは、はい、これで。さあネクスト行きましょう。来た、始まりだと。頼むよ。2着勝ちきれない。さあここは3冠で頑張ってほしいですね。ライバルはクラブの馬とアースキングね。よし行こう。さあ直線に入りました。ここの直線は短い、伸びてきそう。先頭に立った。外怖い。大物三冠、大物三冠先頭。もう一伸び。大物三冠先頭。ブラウドキング食らいつく。大物三冠、よしよしよし。大物三冠一着、二着にはどう。いやー嬉しいですね。大物三冠、人気に応えました。こいつ三冠狙おうと思ってね、この名前つけたんですが、星の方が強いね多分ね。大物の星のが強そう。よしとりあえず勝った。9月になったんかな。あまだよね。さあ、トゥーレダート用来ましたね。ちゃんとダートで登録してくれとんかな。おーしとるね、大丈夫やね。でブラーナ最速ね、 さっき負けたやつやね。調子上がってねえな。あとは不採地か、行きましょう。三冠休むって休みすぎじゃない。いや調教したいですからね。一周は出してもいいけどね。三冠星、大物の星のがいいかもしれんね。距離適正クラシックか、菊花賞走れるかどうかやな。三冠は走れると思うんですよね。で、三冠次どこ使おうかな。2000m、 そうですね、なるべく長い距離を使いたいが、これで一周入れましょうか。はい、まあこんな感じで使っていきます。慌てず育てていく。大物クイーンは
あ、もうポリトラックですね。腰は、まあ、これで一旦ダートが上がって、まあ、スピードも A か。アマゾン、はい、アマゾン OK。さあ、ネクストいきましょう。よし、ブラーナ最速、来ましたよ。調子丸なんですが、さすがに勝てるやろ。あー、大丈夫そうかな。はい、大丈夫ですね。勝ちましたね、これは。よかった。ブラーナ最速、差を広げる2番手は競泳モア。ブラーナ最速、まあ、ちょっと今のこの時期のレースですね、まあ、9月、10月、まあ、11月くらいのレースでね、2歳馬ちょっと決めたいですからね、誰をどこで使うか。ダートもしっかりいますし、まあ、ちょっとうまく振り分けて使っていきたいですよね。はい、これは嬉しいですね。勝ちましたね。まあ、G1 勝てるレベルだと思います、こいつは。トゥーレダート用。お、いいね。これは勝つかな。このダート用をね、まあ、そのままダートで使っていってもいいですし。よし、来ましたね。これ強い競馬やね。うん、インからグッと来たね。よし、オッケー、やった。完勝。フーレダート用一着、二着はボリーブーマ。これは物が違う。フーレダート用。いや、これ嬉しいね。はい、ありがとうございます。フサイチがね、出走と。お、フサイチ人気ありますね。さあ、フサイチ頼むよ。さあ、短い直線に入って外から来てますね。追うね、いいよいいよ。大鳥ジュノー残り 100m、 大鳥ジュノー先頭、大物のサイチ追いすがります。厳しいか。大鳥ジュノー、マジか、大鳥に負けたじゃん。2着にはどうやら大物のサイチ見事に勝ちました。大鳥ジュノー、大物のサイチ2着止まり。まあ2着か。なんとか面目を保ちました。うん、まあ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 ね、2着ならそうか。サイチ負けたか。さあ、次はトレブ最速再びゼニアッタ。これ一緒やね、いつもね。ゼニアッタ能力は、あ、落ちてないですね。大丈夫ですね。はい、まあちょっと調子悪かったって感じかな。最速は順調？順調やな。上がってきたね、またね。うん、強いですね。安定してますね、こいつはね。はい、行きましょう。さあ、ちょっと大変なのは2歳のローテーションですよね。トゥーレダート用は、あー、やっぱ芝で登録しとんな。まあそうなるんですよね、任せとくとね。確かにそうやな。もう少し長い距離あるかな。ないか。ダートね、長い距離ないんですよね。確かに使いづらいよね、この時期はね。万能、あ、そうよね。長い距離ねえんだよな。まあ、1400でいきます、とりあえずね。で、ちょっと間空いちゃうので、まあ、調子もね、落ちてきますし、一周出しておきましょうか。あとは、ブラーナ最速は調子落ちとんだよな、こいつ。きついなこれ。うん、外して調子整えてから行こうか。大物いつまでもあんま期待できんな、これ。ダートは2歳、フサイチが良さそうやね。ダートはね、フサイチが強そう。あー、いかん、かぶるぞ。1600から3000、距離適正最高ですねこいつね。ね、1600から3000を、いやー勝てるかな。ちょっと使ってみるか。でも一周出そう。はい、調教していきましょう。
ちょっとパワーの伸び落ちましたね。そしたら次は瞬発上げていこうかな。まあこんな感じでいきましょう。大物組は OK。 まあちょこちょこ能力上がってきた。アマゾンもね上がってきましたね、なんだかんだ言ってね。三冠もそうやね、ゴリトラでいい感じか。はい、ネクストいきましょう。さあ、ゼニアタ出走、ここは頑張ってほしい。2着最速、再びダイジェストいきましょう。自家生産最強ね。最終コーナーをカーブして、いい位置ますよ。コースに入りました。先頭変わって、オーサムフェザー、オーサムフェザー。いい位置にてさらに伸びてくる。それが最速再び。最速再び、オーサムフェザー。よし、もう一伸び。2番手はオッケー、大丈夫ですね。最速再び、勝ちましたね。最速再び1着、2着にはちょっと危ないかなと思ったけどね。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。最速再び、まさしく日本が世界に誇れる馬です。はい、これは強かったですね。いや嬉しいな、本当に嬉しいよね。もうね、毎年同じ、まあ同じ、全く一緒っていうわけないんですが、まあ同じ感じで使ってるんですよね。まあそれで十分ですよね。さあ、トレブが出走、まあこれネクストでいきますね。あ、勝った、よかったよかった。よし、いやいい感じにね、海外の G1 も取れて。フランケル、あ、出てきたね。おっと、そうか、こんな感じで登録した。そう、フランケルと希望の星。うわ、どうする、戦わせる、戦わせるか。うん、しよう。いや、きついな。大物クイーンが抽選漏れたかな。お、ウィニングトゥーレ 11? ウィニングトゥーレの11ってどうでしたっけ。さあ、 A ピンポ来ましたね。あ、最速ね。ちょっと待ってよ、忘れんうちにウィニングトゥーレ11、確認します。それと大物クイーン、大物クイーンが、あ、でも、うん、まあ、ちょうどいいんじゃない、一周休み出せば。ウィニングトゥーレやね、ウィニングトゥーレの11とか言っとったね。ウィニングトゥーレ、あ、こいつ、あ、こいつか。あー、でも期待できそうですね、そうやって言うんならね。あ、大物カメハメハかとウィニングトゥーレの効果走りそうですけどね。よし、はい、星ですね。さあ、瞬発力 A プラスまで来た。うん、アマゾンはこれで OK。 パワー S プラスになりましたね。まあ調教もお任せでもいいかもしれないですね。大物三冠ね、スピードがちょっと伸びそうにないな。うん、星のがいいね。星 A でもう A プラス見えてますからね。で、まだまだスピード伸びそうだったので、はい、ネクストいきましょう。さあ、ゼニアッタが出走、頑張れよ。勝ちましたね。来たね、フランケル、希望の星。この激突をさ、海外で見れるとはね、いいんじゃないですか。ダイジェストいきましょう。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。さあ、どうですかね。どっちもいい位置いますよ。ね、フランケルがこっち、希望の星がこっち。フランケル先頭を捉えるか。希望の星が外ですね。先頭はフランケル、希望の星。いやーと、希望の星追いすがります。フランケル、フランケルか。フランケル、フランケル、2着か。2着は微妙です。希望の星2着だったが、相手に見事な勝利を収めました。フランケル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。うん、まあさすがね、これは負けたか、くそ。
フランケルも ね自分で所有しとるんやけどね、やっぱりちょっと希望の星を応援しとるとかあるよね。大物の星頼むぞ。よし、買った、いいとこ買った。でこれ2歳なんですが、ちょっと多すぎるんでね、海外ね、ちょっと走らせないといけないんですよね。誰を海外で使うかなんですけどね。はい、まあこんな感じでいいでしょうか。ジェンティル、あーそうか、その辺がね、出てきた感じやね、そろそろね。大物の星が、あー結構休むね。4週今、まあ休んでもいいか。はい、お、そうなん、全然知らなかったですけどね、優勝したんですね。そうやったか。いや、それね、狙ってたわけじゃなくて、その、まあ、G3 とかでとりあえずコツコツ、まあ、能力アップも兼ねてね、走らせようかなと思ってたんですよね。それだけだったんですけどね。アマゾンはね、もうお任せにしますね。はい、まあここからの状況はもういいでしょう。で、三冠はね、スピードまだ伸びてはいますけどね、どこまで強くなるかって感じですね。大物クイーンももうお任せでいいですね。はい、アマゾンと大物クイーンはもうお任せで、うん、まあこれでいいんじゃないですかね。忘れないうちに外しとこうか。アマゾンと大物クイーンね、と、アマゾン、はい、これでいきましょう。2歳がねちょっと多すぎますから、まあ、うまく海外と分けていきますね。トレブは、お、 S プラスなったね。よし、いい感じにね勝ってますし、能力も上がったか。次のレースまでが長いね、これ。海外使う？まあ、1600走れて、根幹距離なんですよ。なので、朝日杯じゃない、阪神の方はね、まあ、確実に取れると思うんですが、こいつは。まあ、朝日杯も取れると思うけどね。ただ、朝日杯とかはこっちで行くか、トレブ。あ、どうしようかな、トレブ。国内ちょっと迷いますね。国内、まあ、この辺使いたいけどな、正直。この辺使って、プラスね、10月の5週のここですね。使ってって感じで最高ですけどね。まあ、ちょっとこれでいきますか。最初のレースきついと思うんですけどね。はい、これでいきます。で、1周出して、まあ疲労ね、取っておいてから、ノーブルミッションとかは、あ、もう少し時間かかりそうか、こいつ。能力的にもかかりそうですね。ちょっと勝てるレース選んであげたいですね。はい、今回ねここで終わりたいなと思います。ご視聴の方ありがとうございました。